初めましてというか。初めましてっていうか、ちゃんと一緒に、ね、セッションね。そうですね、こう音出すの初ですから。っていうかこの今このギターの色、はい、このスーツに、はい、あのスカパラの衣装にバッチリじゃないですか。そうなんですよ、ね、結構ハムついてるし。そうなんです。これ最近僕あのまさに自分のメインギターで使ってるタイプ で、はいはい、で僕ずっと65年のヴィンテージのストラトを弾いていて、もちろんそれはシングルシングルシングルで、僕ほとんどそれしか弾いてたことがないぐらいな、あのフェンダーのヴィンテージのギター、まあ、専門っつうんじゃないですけど、それでずっと来てたんで、はいはい、ここあれなんですよ、きっかけが、はい、あのアメリカが図らんだがすごくあの輸出が難しくなって海外って言いますよね。そうなんです。海外のツアーの時に、はい、そのもしかしたらこうあの出国の際にちょっと引っかかるかもしれないみたいな話を聞いて、はいはい、それはちょっとあの大変だってことでフェンダーさんに相談した時に、あのじゃあ今 の、 あのこのアメリカンプロフェッショナルとかいいのが現行のフェンダーのモデルたくさんいいのがあるからちょっと試してみないですかっていうので、まさにその時はね一番最初はこの色だったんですけど、それのアメリカンプロフェッショナルをあの借りて、ちょうどサウスバイサウスウェストってあのフェスで、はいはい、あの出演する時にそれ持ってってやったら、あこれ結構合ってるかも自分にと思って、そこからあのこれを1本、その時に取材でこのハンバッカーのタイプを初めて弾いて、意外とこうハムバッカーなんだけどちょっとシングルとのちょうど中間点みたいな感じで、今結構現代風のサウンドとすごく合うなと思って。じゃあいつもバッキングしてる時にはフロントとかハーフトーンでやってんの？これが、うん、あのまさにあれなんですよね、あのちょっとヘビーめなあのディストーションかけるときはもうあのリアでもう行くんですけど、はいはい、ちょっとさっきセッションしたようなオーセンティックなやつの時にこうちょっとこうフロントのシングルを使ってこう、はい、いい音してる、やっぱりジーノさんのあのスカやばいですねいや俺はただほらね、いや聞こえてくるんです。そうなんです。これを弾けって指がこれで指がいっちゃうんですよ。いや音楽、ね、いやでもやっぱり、うん、このベースも俺も楽器屋で弾いて、はい、で僕もやっぱりオールドいっぱい持ってるんで、はい、うん、で大好きで、やっぱりフェンダーの音って他のベースと何が違うかって言ったら、なんかちゃんとローとミッドとハイが出るんでしょ、はいはい、バランスがハイだけじゃないよ、はい、今ハイって言ったでしょ、はい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 、ミッド中間も全部出るんですよね。そういうのもだんだん対応してこれるようになってきたんで僕もずっとちょっとフェンダーちょっと変だなと思ったことないんですけど、はいはいはい、他の楽器はね、ドンシャリであったりローがいっぱい出たりとかあるんですけど、バランスが一番いいんですよねやっぱり。なるほど。で弾きやすい、はい、あとこれなんてめっちゃ軽い。そうですよね、ね、使いやすいですね。アルダーローズだよねこれ、うん、はい、でピックアップがめっちゃいい。やっぱりだっていろんな、うん、もう何のジャンルでも使えるみたいな感じだし、さっきからお話聞いてたんですけど、すごい楽器お詳しいですよね、うん、その、あのハカランダとか指板の話とか、うん、ピックアップとかも、ね、アルニコの話とかもすごく詳しくて、はいはいはい、もうマニアックなんですよ。なんですね、はい、まあ、楽器なんで、うん、はい、楽器ずっと楽器の頃から楽器は弾いてます、はい、今のところ3つ目ですね。あ、そっか。何個までこれにいいんだよ。どこまでいい、ね、あの、ね、途中でカットしたところも含めて数えたいと思います。そうなんですね。であんまり力入れなくてもこのトーンが出るっていうのを、フェンダー、そうです、ね、やっぱりすごいですよね。でも力入れなくてもあんまり優しく弾いても、はい、ローが出るし強く、はい、も出るし暴れないし、うん、違いますね。
ありがとうございます。ね、yeah. なんか楽しいです。一泊の情報量がすごいですね。本当に気持ちいいです。すごいです。やっぱり弾きやすいのがなんていうのかな。俺、うん、僕にはやっぱり楽器、はい、もう弾きやすいっていうのが自分で思ってる音、うん自分の中で流れてる音がパッて出せる、はい、楽器ってね。そうですね。ストレスがなく。そう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 。これ大事ですよね。ネックの細さとかもやっぱりあるんですかね。ねえ、これは 60s って60年のあれですよね。だから62、63、でも62よりもちょっと太いから63、64ぐらいのネックで、うん。でもすっごいやっぱりトーンがいいですよ。トーン今本当に気持ちよかったですね。びっくりしました。そのなんかジムさんにレゲエとかやっぱりそのルーツミュージックも。ファンクっていうやっぱりイメージがすごくあるんで、ああそうなんだ。そのやっぱりレゲエとそのファンク今かなりなんかいろんなミックスされててむちゃくちゃ気持ちいいですね。ずっといやこのベースのおかげですよ。はい。ちょっとじゃあ お酒とかもらおうかなみたいな感じになってきますね。いやもう音楽ね一個しかないから、ね、いいか悪いかしかないからいい方で。ブルーズも大好き、ジャズも大好きだし、ドラムレスもいいですね。セッションなんかね、うん、自由に、はいはい、ゆるくできるし、リズムがすごい最高ですね、うん。もっとあると思ったんですけどね。なんか結構やっぱりどっちかっていうと、いやもうやっぱりギターって言ったらもうヴィンテージでしょっていう感じでずっと来てたんで、でも実際やっぱり。そうだな、でも90年代その現行品のものも何回か試したこともあったんですけど、ここ最近のやっぱりこうヴィンテージギターとかヴィンテージ楽器のその分析から新しいものに行ってる、その分析力というかその一回ヴィンテージブームを経てからのその今のフェンダーの取り組みみたいなものはやっぱり感じられて、だからやっぱりすごく違和感なく弾けるっていうのが逆に驚いたというか、うん、初心者もね買ってパッていい楽器だったら ねどんどん上手くなっていくから。そうですよね。で結構これも、ね、そんな高くないんですよね。安いんですよね。まあ、20万円台ぐらいですか ね多分僕が初めてちょっといいギターをお小遣い貯めて買ったぐらいの値段のクオリティとしては相当やっぱりすごく高い、ね、ほらスパゲティじゃなくてなんだっけ、パスタロゴ、パスタロゴパスタロゴですよね。パスタロゴ、ね、僕がパスタ、あそうですね、パスタロゴですよ。そうです、ね、自分のやつはパスタじゃないんですけど、うん、これはパスタファン多いですからね。そうですね、はい、スパゲティロゴからパスタロゴって言うようにしたのジーノさんだっていうふうに。すいませんでした。すいません、ダメそう。大丈夫ないか。はい、何よりもこの値段でこの僕なんてフェンダー、昔のフェンダーやっぱりいっぱい当たり外れとか昔あるじゃないですか。ネックがねじったりとか、はいはいはい、でも最近このシリーズとか今出してるシリーズは全部パッていったら安定感がもう全部当たりな、そうですね、感じですよね。ちゃんとやっぱりしてんだなって。個々の差がそんなにないですよね、はい、昔に比べると、うん、あと何よりも弾きやすい、軽い、うん、フルレンジの楽器、うん、あとやっぱ海外とかその長い旅に出た時の安定感というか、それはやっぱり一番大事ですもんね。ヴィンテージだとコンディションがあったりとかするんだけど、やっぱこれはやっぱりそうですね、まあね、引き倒せるとか暴れ倒せるというか、うん、日本は湿気ってるから。そうなんですよね。そうだからアメリカに持って帰ったら音が変わるベースがいっぱいあるんですけど、うんうん、はい、でもこっちね、これアメリカだし、うん、はい、アメリカに持って帰っても全然変わんないし、そうですね、うん、これでも色がまた渋いところをついてきますよね。ちょっとグリーンとちょっとあのグレーがちょっと混ざったような、これも ね、ちょっとグレイシュブルーみたいな、うん、はい、ね、ソニックに似てる、ソニックブルーに似てるみたいな感じな、うん、ね、なんかアメプロに関してはすごく素直っていう感じ、なんかこう全体の、レンジ、さっきもジンさんがおっしゃってた全体のレンジがちゃんと均一にというかフラットにポンとこう飛び出してくる感じなんで、逆に音作りが楽というか、
いう感じはありますね。エフェクターのノリもすごくいいし、あとこの特徴が、ま、60年のあれなんですけど、ブリッジがちょっとヘビーデューティーなんて、よく見て見たら、うん、なるほど。だからヴィンテージの音も出るし、サイズはヴィンテージと同じなんですけど、金属がもっとついてるからベースにはすごく、重要なんですよね、このヴィンテージサウンド以外な音楽やるときに、だからスラップにもこっちの方がいいし、あとこれ、あのストラットみたいに裏同士なんですよね、ね、こっちを採用してるんです ね、 そうですね。だからもうちょっとテンション緩かったらこっちもできるし、あ、ね、なるほどなるほど、いいよね、おすすめ、俺はこれ、持って帰ろう。まあオールマイティですよね、オールジャンルいけるような感じというか、そうですね。とまた R がいいんだよね、フェンダーは。そうですね、この R がこう持った時にすごい弾きやすくて、僕それがないとちょっとなかなか難しくて、ですよね。だから他のメーカーもいいの作ってるやつもいるかもしれないけど、やっぱり R がないんですよね。そうですね、そしたらなんか弾きにくいっていうか、ひき肉は食べにくいとか、ね、ああ4つ目ですね。